首都高の下がよく右折用のね、レーンになってます。首都高3号線の上の線。今これは東に向かって走ってる感じですね。見えるのかな。もうちょっと下げたかな。下げてみます。下げてみます。どうでしょう。この道まっすぐ行くとスカイツリーがど真ん前に。されました。なんそれ。あら、あの車だったらもしかして後ろにうちの子を乗せて僕の公園まで行けるんじゃないかしら。下島の看板が見えれば、見えるか見えないか、カッパ橋の道具街です。左右はユニオンというコーヒーショップで、コーヒーショップとか、キスタのいろんな道具とかっていうところで、僕はこれよく豆を買っています。ロンドリーナ、もうよく飲んでいます。浅草ロックのすぐって感じですか。浅草駅のあそこに看板があると
いろんな人がいますね。気をつけましょう。したような格好はしてませんね。左側ですかね。カメラを前にこうすると左側見えます。料金の原稿を書いておりましてですけど、ちょっと家に用事があって事務所から戻る途中で、まあ、遠回りしてみようかな。天気もいいというか、今日多分この冬次の春までで、ね、20度超えるっていうのは、まあ、もうないだろうかな。停止線って知らないんです。
性質を教えた方がいいかな。あ、まあいい。多分道後行ってて、副車両ってさっき話したのも聞こえてないかもしれないですけど、今日副車両の原稿書いてて、出来上がったらウェブで公開されるってくれるといいなと思うんですけど、あの副車両を使ってるユーザーさんと開発された方と双方に1台の車を見てもらうと、まあ、それをオーナーさんとかユーザーさんとかもらうで、まあ、こんな風に使ってますみたいな話を、それに対してのエンジニアさんの方そういうコントっていうのだとやってますね。まあもう9月ぐらいになるんですけど、でそれの、記事を今書いてくるわけです。このなんですかジャパンの維持賞があったり締め切り何連発かがあったりとか、なんかねちょっと進めなかったというのもありました。粛清も程よくなったので記事にしよう。まあ楽しみに、面白いと思うんですよ。だから福祉車両って普通の車もそうですけど、基本的に誰かに1人に合わせた車じゃないじゃないですか。だから僕らカスタマイズ好きだからカスタマイズよくしてるんですけど、で、まあ、それより何より副車両を使いたい理由がある人ってもう本当にその事情が千差万別で、まあ、なんだろう、75キロの体重で100何センチの身長の男性が座れる人いいよねみたいなか、全、ね、あの身体の何パーセントを想定してますじゃなくて、もうじゃあこれ腕ないんだけどどうやって運転しようかみたいな話とか、その腕もちょっとだけ使えるんだけどちょっと動くんだけどとか、まあ、そういうレベルでいろいろ福祉車両ってもう本当に各々の違う事情 で使いたいっていうのがあるんで、あのどうやったって一人一人にぴったり合った車っていうのは相当運が良くなければできないのは分かってるんですけど、まあでもじゃあこういう風に使ってますよとか、こういう状態で使ってるんだけど、こういう工夫をしてますとかね、そういう話ってあのぴったり合う人じゃないかもしれないけど、あこれって私も使えるわみたいな、うちでも使えるわみたいなのが話が結構ありそうな気がするんですよね。だからそれをちょっとこう集めていったらいいアーカイブになるんじゃないかなと思って、始めたところです。クリッカー小林さんにお話ししたところ、いいねということで言ってくださったので、クリッカーさんで展開します、ね、いろんな人に話を聞きたいんですけど、いろんな人がどのぐらい出張ってくれるかどうかっていうのもあるし、僕も行けるかっていうのもあるし、まあ、あとエンジニアさんとぴったり同じタイミングでお話ができるかどうかっていうのも、まあ、それもタイミング次第だと思うんで、まあ、そう考えるともしかしたらオーナーさんに話を聞くっていうのが主軸になって、そのエンジニアの方も同席してもらうみたいな話とか、集まったらある程度その話が集まったらエンジニアさんにそれを持っていってどうというふうに投げてみて、そういう話もできるかもしれません。まあ面白いですよ。16回になるのかな、ね、コロナで3回ぐらい
延期した3年ぶり2年ぶり3年ぶりぐらいで去年やって、それで今年やってみたいな感じで16回なんですけど、多分そこでお邪魔して